こんにちは、こんばんは。ゲーム動画レコーです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチャビター始めていきましょう。いよいよアジアチャレンジトロフィー予選最終戦、バラバンディです。やっぱり強いです。勝敗表を見ているとバラバンティに2点差をつけておりますので、引き分けであれば OK です。いきましょう。スタメン、疲れは溜まってない、大丈夫。バラバンディが有利となっております。もちろん負けたら逆転を許してしまいます。耐えねばなりません。チャンス、お、先制だ。なんと先制したのはクランカリバーズ。テンポがいいですね。マークからクルミ、縦パス、7個。これはちょっとダメか。チャンスあるよ。ファールです。ここ入りすぎてる。さあ25分経ちましたが、ボールをしっかりキープできております。あー、よくない。距離比早い。キープできてるのがいいです。逆サイド、あーっと、危ない。うん。キャッチ。落ち着いて攻めてほしい。さあ最後のチャンス。前半終了です。あとクラーカリワーズリードですね。何個か疲れています。どっかにチェンジしましょう。さあワンワンティが疲れてますね。はい、左へ攻めます。バラマンディ、危ない。あーっと、同点決められてしまった。
どんどん変えていきましょうくらいですかね。さあ緑1対1。こちらボールすごいんです。近くまで来てしまった。つけよこっとビーキャッチ。逆サイドにはクライスがいる。緑おっとサイド勝ち越し。ここの場面でリードは大きい。空中戦決めてくれました。まだバラバンティに勝ったことはないんです。あっとカブリスキー、あっとすぐに同点決められてしまう。強いなやっぱり。よく集めます。すぐ取って取りますからね。落ち着いた攻めをしてほしいところですね。クレミン、おまた勝ち越しだ。これは大きい。この局面でやっぱり残り11分で2点というのはなかなか難しいですからね。夢は一気に広がっていきます。落ち着いて構えてほしい。熱くキャッチ、いいですよ。ナイスナイス。逆サイドへ。ただオランドに取られてしまうが、もうアディショナルタイムノーホイッスル。やりました。3連勝で初めて予選突破。しかもバラバンティを初めて破りました。決勝進出です。破ったこれですね。意外と積極盛りしたからね。決定力が上がったんだなと感慨深い。チームとしての決定力。で追いつかれてしまいます。しかし後半21分緑がくぐって目いっぱい頭を上げて正確に決めてくれました。ただもう6分後カブリスキーが
持っていって同点を決められてしまいます。相手もこうなんとか勝ち越したいという意欲が現れます。それを断ち切るかのようなクルミボレー、試合終了。初めて予選を突破しました。しかも3連勝です。ボール支配率も理想的ですね。グループはなんと筑波大学生が進出しましたよ。2対0が勝っているのか。はい、ということで見事アジアチャレンジトロフィー予選をしかも3連勝で制しました。これもって筑波大学と決勝に向かいます。優勝を狙っていきたいと思います。またこの後公式リーグ戦も優勝を狙わないといけないですね。頑張っていきましょう。以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリストブログツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画リコーでした。